アメリカ国務省はブリンケン国務長官が来週、フランスを訪問すると発表しました。オーストラリアの潜水艦開発をめぐり、悪化した両国の関係修復を図りたい考えです。国務省は1日、ブリンケン国務長官が4日から6日の日程でフランス・パリを訪問し、ルドリアン外相と会談すると発表しました。会談について、 両国の関係をさらに強化する協議を続けると強調し、インド太平洋地域の安全保障などを議題に挙げています。オーストラリアがフランスと潜水艦を共同開発する見学を破棄し、アメリカとイギリスによる支援が決まったことで、悪化していた両国の関係修復を図る考えです。